ドリームキャッチャー。皆さんこんにちは。3月29日日曜日の午後4時、いかがお過ごしでしょうか。夢を応援するラジオドリームキャッチャー、ナビゲーターの出口優子です。この番組は夢を追っている人を応援し、やりたいを叶えるエンタメ系番組。アーティストに限らず年齢も関係なく、とにかく夢実現のために進んでいる皆さんを応援していく番組です。毎回ゲストをお招きして、やりたいこと、叶えたいことを語ってもらったり、夢を叶えるコツを教えてもらったり、県内外のライブ情報、演劇公演情報、時にはオーディション情報などホットな情報もお届けしていきたいと思います。どうぞ皆さん1時間お付き合いくださいね。それでは引き続き番組テーマソング、しずくが歌うどこまでもお聞きください。この番組は生体院フルールサイモン沖縄の提供でお送りいたします。飛び立った
はい、始まりましたドリームキャッチャー。それでは早速本日のゲストをご紹介したいと思います。はい、本日2度目の登場、魔法使いゆいこさんです。ゆいこです。こんにちは。先々週からお邪魔しております、はい、ゆいこでございます。ね、先週はちょっとお休みをさせていただいて、ね、再放送をお届けしたので、はい、ね、生のゲストというのはもう 2連続ね、続けてっていう形にやったなるけれどもね、初めてね、はい、聞かれるリスナーさんもいらっしゃると思うので、今一度自己紹介などお願いできますか。はい、では初めましての皆様は初めまして、そして二度目ましての皆様二度目まして、魔法使いのゆいこと申します。よろしくお願いいたします。魔法使いとは何ぞやとなると思いますけれども、はい、よくね聞かれるので、沖縄の方にはユタと占い師の間みたいなことやってますっていう風に自己紹介させていただいてるんですけれども、沖縄の人には分かりやすいかもしれない、ね、そうね、なんかユタみたいにウガンが不足してるよみたいなことは言わないけれども、うん、占い師ほど優しくないそんな感じよなんか余計ちょっと分からなくなってきたかなけども、そう、まあなんて言うんでしょうね、星を見たり、うんうんうん、タロットを見たりだけじゃなく、うん、もうその人のスピリットカウンセラーという風にね、そのカウンセリングのジャンルというか占いだと思われている部分では、うん、スピリットカウンセラーという風に名乗っているんですけれども、はい、もう魂から変えていこうと、うん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 、私の大好きな言葉でさ、はあ、マザーテレサの言葉だと言われている言葉があって、うん、でちょっと待ってね、私間違えないように見るわ、はい、そうね、こう一字一句こういう言葉大事だからねそうそうこのね、はい、日本ではマザーテレサの言葉だと言われているこの言葉なんですけれども、はい、思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。うん、言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから、っていうこの言葉があるんですけれども、これね、世界中でいろんな偉人が残したとされている言葉で、うん、はいはい、ガンジーが残したという方だったり、うん、あと各国の政治家だと言われている方もいらっしゃって、うん、多分誰かが言ってみんなの心に響いた言葉なんだろうなと私は思ってるんだけど、ね、聞いたことある、これやっぱり結構よく聞きますよね。そう、日本ではね、うん、やっぱインスタグラムだったりツイッターだったりで回ってくるときに、うん、マザーテレサの言葉っていう風になっているんですけれども、うんうん、私もこれはすごく思っていて、うん、でこの思考がいつか運命になるよと要約してしまえば、で考えていることはすぐ、ね、うん、言葉になったり行動になったりするじゃないっていうところを、う、ね、こうカウンセリング、お話からこの人の癖を掘り出して、うん、はい、癖から直していこうっていうお仕事なのね。すごいね、スピリットカウンセラーっていうのがなので、うん、でついにはこの考え方と魂の目的が合っているかな、うん、みたいなことをこうカウンセリングして一致させていくっていう感じなんだけど、はい、大仕事だよね。大仕事だから1時間なのね、一応設定が、うんうんうん、だから1時間でその人のもう初対面であったり、まあ、知り合いもいるんだけど、うん、でも大体初対面の人の、うん、言葉の端々とか、はい、発声とか、うん、で体のどこが緊張しているなとかどういうことを考えているんだなとか、うん、考えているのにこういうところが動けてないんだなっていう癖を見抜いて、そこ変えてみませんかっていう提案をするの。素晴らしい、本当人生立て直すね。そうだから ね、私のボイストレーニングを受けに来たボーカルさんだったり、うん、はいはい、しても、うん、歌の前に根性を叩き直すっていう、うん、だからね、スパルタで有名です、ボイストレーニングはそうそう、今ね、うん、今日初めて聞いてくださった方にボイストレーニングというね、はい、新たなワードが出てきたんだけれども、魔法使い以外にもね、お仕事されてるんだよね。私の職業が本当にいろいろたくさんのわらじを履いていまして、ね、複合して魔法使いと言っているんですけれども、うんうん、全てですね、小さな頃からバイオリンを弾いていて、はい、バイオリニストとしても美ら海水族館だったり、うん、那覇空港だったり、うん、いろんなイベント会場でバイオリンを弾かせていただいていて、はい、まあ、ホテルですね、あと、うん、と別でアカペラグループ、ボーカルグループもやっていて、うん、まあ
それもやりながら先生もバイオリンの先生とか、はい、まあ、歌の先生ですね、うん、ボイストレーナーとしても活動しています、はい、でスピリットカウンセラーもやっていると、はい、もう休む暇ないよね。そう、頼まれれば私はヘアメイクもやると何でも屋さんなんですけど、うん、なので私の1日24時間365日を、うんうん、まあ私にお願いしたいという声あらば何でもやりますよという。素晴らしいただ簡単だと思わないでねっていうことだけ。そうね、全部スパルタですけどいいですかっていうところはお断りして、うん、やってます。うん、そう、このマルチに活動される魔法使い、はい、でまあ、直近だと、うん、先々週ですね、3月の12日に行われました、はい、ベストオブミス沖縄というですね、うん、沖縄の、ミスユニバース代表を決める大会の講師、はいはい、カウンセラー、そして、うん、ジャパンウィメンズコレクションというこれまた世界大会まである、はい、世界中の各20代30代40代50代の女性の美を追求する大会の講師カウンセラーとして活動させていただいていて、で、まあ、そこでも皆さんの美しい振りじゃなくて本当に芯から美しくなるのよっていうビシバシ系の先生をやっていました。ビシバシ系の先生で、はい、なんかSNS を見ると皆さん感謝されてたよね。そう、もう本当ね、最終最後感謝されて本当に良かった。これで恨まれてたらとんでもなかったんだけど本当でもそういうとこってありますよね。そう、ね、一応この人の人生に口を突っ込む、うんうんうん、足を突っ込むから、うん、すごい責任のあるお仕事だと普段から思ってはいるんだけど、うん、やっぱり最後まで付き合わないと、うん、途中で投げ出しちゃうとこっちが、うん、どうしてもね、中途半端な、相手も中途半端、こちらも中途半端なことになっちゃうので、うん、まあね、恨み事にもなりかねないそうね、というところもありますね。うん、まあ、でもそうはならないように、はい、これ私はもうやりきったっていうところまでは全仕事集中しちゃうから、うんうんうん、もうね、その後先週本当にこのラジオもお休みだった先週私はポンコツでしたもうエネルギー皆無なんかね、うん、SNS でやりきったから旅に出たいっていうそう言ってたそしたらゆうこりも私もやりきってないけど旅に出たいって言ってそう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 やっぱね、コロナの影響で急に仕事が中止になったり、ね、延期になったりっていうのもあって、うん、まあ私の場合はこの3月の12日と3月の15日にまた私のアカペラグループ のワンマンライブもあったので、ね、もう本当その週にすごいやりきって抜け殻だったの、うんうん、抜け殻もう戻りつつある、やっと、ね、やっとこの収録の後そのウィメンズコレクションの出場者の皆様に、うんうん、はい、お呼ばれして打ち上げがあるので、そこまでにちょっと盛り上げとかないとさそっか一回ポンコツになってもむくんでだるーんってなってた私を一回立ち上げないと、そうね、そうね、先生として出られないわけ。先生としていけないよねそうなのよ、なんかさ、ゆうこりも先生とかやってるじゃない、うん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 、そうするとさ、うん、先生の顔ってあるじゃん先生の顔ってあるよね、本当に ねそう、アーティストの顔と演者の顔と先生の顔ってまた違うからさ、また違うけどスイッチがそう、そこなんかあんまりね、先生の顔自分的に好きじゃないところがわかるけど、でも向こうは先生として見てるから、それに答えてあげなくちゃいけない部分がなんかあるの。そうそうそう、でなんかさっきの責任の話だけど、うん、こう先生として言ったことは絶対自分はできてないといけないっていうのがあるから、うんうんうん、ね、でほら、自分ができてないからこれは言えないなんて時間さ、うんうんうん、生徒さんにはないじゃない、うんうんうん、だからクライアントとか生徒さんにはもうこの1時間で言わないといけないこととか言ってあげたいことは全てこうお伝えするわけだから、うん、言った後で自分を叩くこともすごいたくさんあるんですよ、実は。そうですね、それはもう納得納得ね、なんかこう、こういうところがね、あなたこういうことになってるのよって言った後、うん、私もと思ってでもそれによって自分がまた磨かれるっていうところがあるよね。そうなんかこう子育てとかでもそうだと思うんですけど、うん、子供に言ったことを自分にもすごいブーメランとかうんうん、うん、ね、うん、先生だったり上司だったりっていう方、うん、皆さんそうだと思うんですけど、うん、言った手前やるっていう ね逆説的なところあるよねでもそれでみんながこうね、この高まればいい。そうそうそうもうゆうこりんとか大変よね、演出家だったりするとさ、ね、舞台全体じゃない。そう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 、私も今回
初めてではないけれども、うん、でも久しぶりのというか、うん、この団体このミスコンってさ、うん、個々人の戦いなんだけど、うん、でも一舞台なわけよ。そうだね、そうトータル的なね、見にいらっしゃるお客さんとしては、うん、エンターテインメントの一つな舞台なの、ね、演出大事だよね。そうそうそう、うん、だからそこをこうみんなで作ろうよっていう、うん、このチームワークと、うん、でも一人一人の戦いとっていう、うん、すごく面白いなんか、うん、それこそ舞台俳優さんたちを見ているようなちょっとそんな感覚だったの。すごい面白かった。ゆうこりんたちはそういうことを毎回やってるんだなと思ってさちょっと感慨深かったの。本当、うん、楽しいよね。楽しい楽しい楽しいけどすごいエネルギーだと思った。そうなの、稽古とかしてても、うんうん、まあ、私は出ないで口挟んでるだけじゃ、言ってみたら周りから見たらねそうでも演者もやるわけじゃん普段は。そうね、うん、だけどなんか演者以上に疲れる部分っていうのがあるなと思って、やっぱパワーもそれだけ出さないといけないし、そうお話しするときは1対1なの、うん、すごくこうゆうこ先生って言って聞かれたら、うん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 、もう1対1でお話しするんだけど、うん、でもこう舞台とかこのコンペティションとしては二十何人とかプラス、ミスの子たちが十何人で、うん、総勢40ぐらいの方たちに常にこうゆいこ先生って聞かれたら1聞かれたら100答えるっていう感じでやってたら、うんうんうん、すごいね。あれ後から思ったの、ブログにも書いたんだけどさ、うん、私、うん、何人いると思ってんねんって後で思った終わってからねすごい思った、うん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 、そりゃ使うわさってね、労力というか、うん、やっぱパワーは必要だなって。そうだから普段こう、うん、舞台をまとめるだとか会社をまとめる方をすごく尊敬はしているんだけど、うんうん、実感したすごいなと思って。ここででもまたなんかねこの使命 の、うん、あの幅が広がっちゃったね。そうかもしれない大丈夫、ね、大丈夫私自分に言い聞かせるけど大丈夫、私も人間24時間365日しかないって言い聞かせるわそうね本当にねいやでも本当ね、なんかでも私には24時間365日だけど、うんうんうん、でもそのコンテストに参加するとか、うん、舞台に参加するとか、うん、こう俳優さんだったりこうファイナリストさんたちって、うん、その時その時で人生を変えるわけじゃない。そうね、本当にすごいよなって、うん、すごいエネルギーだなと思ったし、うん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 、そこをこう加速させてあげたり詰まりを取ってあげる仕事っていうのもまた、うん、もちろんエネルギーは使うけど、うんうん、でも本人が人生を変えるエネルギーってすごいよね。本当すごいね、うん、なんかそれが面白くて私たちはやめられないんだろうなって思う。でも、ね、でもやっぱりこういった大会に出られる方って、うん、自分なりにで本当どんどん綺麗になっていくよね。そうなの、そうなの、ね、でそこまでももちろん磨かれてきたんだけれども、うん、そこにこうスペシャリストたちが手を加えることにより、うん、あらっていう目から鱗の毎日だったみたい で、ね、うんうんうん、で私もそうだったんだけど、うん、人の人生を見てこちらもまた目から鱗の日々だったんだけど、うん、すごいもうね毎日顔が変わっていくの、うんうん、演者さんもそうじゃないゆこりん。まあそうだね、うんうん、まあ、変わる子も変わらない子もそれぞれいると思うんだけど、うん、変わる気でそこにいるっていう人の変化ってすごい、うん、すごい。なんならカウンセリング、スピリットカウンセリングのクライアントさんも、うん、1時間前に初めましてで会った時と、うんうん、それでは気をつけて帰ってくださいねっていう時の顔はもう違うもんね。あ、そうだよね、うん、でもそれってその人のやる気じゃないけれども、そうなの、変えたいと思う力とかでね、そう、なんかさ、このさっきも言ったさ SNS、ツイッターとか、うん、インスタ、フェイスブックでこうみんなにこうありがとうございましたって言われて、うん、大好きとか言われて調子に乗っちゃう調子に乗っちゃうと思ってすごい自制しているんだけどさ、でもこうそうやって褒めていただけるけど、うん、私がすごいんじゃなくて変わろうと思ったその決意がすごいんだよってすごい思ってるの、うんうんうん、そのおかげで私がね、うん、こう褒めてもいただけるからもう本人に変わる気がなかったら全然変えられないもんね、まあ、こっちも本当そうだね、本当本当それはそう思う。なんかタイミングもあるじゃない、うん、でミスコンとかだったらさもう変わるって決まってる、うん、わけじゃん、腹の中では、うんうん、でもどっかでつっかえている自分みたいなのを撮るだけなんだけど、うん、でも
例えば日々もう俳優として生きている方とか、はい、日々ボーカリストとしても生きてきた方って逆にこう変わりづらいよね、うん、そうそうね、うん、そうすごい頑固なところっていうのはそうここまではこれでやってきたっていうところがすごい折れなくてあのもう嫌われる覚悟よ、うんうん、なんかもう それだから詰まったんでしょ行き詰まったんでしょ、うんうんうん、だからここに来たんでしょみたいなすごいもう厳しい会話をね一発目でやらないといけなくてだいたい嫌われるよね最初、うんうんうん、でもそこであの嫌いになるか、うん、あって目から鱗を落とすかはその人の価値観というかその人の進化が問われるよねそうだから ね初めましての段階では常に嫌われる覚悟なんだよねもうこの人が変わらこの1時間とか、うん、この期間で変わらなくて、うん、私のことをなんだこいつって思って帰っても、うん、いつか気づく時に役に立てばいいみたいなそうあるね覚悟があるよねでも嫌われたくないよね嫌われたくはないのよ嫌われたくはないのね、もうね、ないよね、本当にね。そう、ユーストリーム、YouTube を見ている方にはもう目線で言うわ。うん、本当すごい目力。嫌われたくはない。目力。私も嫌われたくはない。そうね。ね、でもね、うん、あの時にはやっぱりきつい言葉も必要ですね。必要と思って、うん。大人になって叱られるってなくない？うん、ないよね。今さ、子供でも叱られないじゃん。うんうんうん、うん。そうだからね、叱られる癖がない子もすごく多くて。本当そうだよね。うん。打たれ弱いよね。そうあのね、もうねおばちゃんたち言うけどさ、若い子はってさ、最近の子はって言っちゃうけど、うん、のねあのやっぱり子育てのこのハウトゥーも変わってきて、うん、叱るもんじゃないとか叩く、うん。もんじゃないって、うん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 、もう昭和はさ叱って叩いてじゃんけんポンみたいなそう言うこと聞かなければうちから出してみたいなねそうそう、うん、そんな時代だったじゃない、うん、でもそれってうちから出しても近所のおばちゃんおじちゃんがちゃんと見ててくれたりとか、うん、そうそうそうあの子はあの家の子で、うんきっとなんかしたんだなとか、うん、子供同士があ何々ちゃん今日怪我してたから多分怒られたんだよみたいな会話があったんだけど、うん、こう平成になってもうなくなったじゃん本当ね、うん、どこの誰だか分かんなかったりとか、うん、でマンションとかに引っ越してもさ、うん、挨拶しないのが常識になったりとかしたじゃない、うん、この、うん、プライバシーを守る感じで、うんそうそうプライバシープライバシー言い過ぎだよねそうそうプライバシープライバシー言ってさでコンプライアンスコンプライアンスになってさもうすごく言えないこととかやっちゃいけないことが他人に対してこういうことはやらない方がいいことがすごく増えちゃったから、うん、なんかどこの子がどういう子なのか全くわからない近所でっていうことになっちゃって誰も叱れなくなっちゃったじゃない、うん、で叱ったら怒られるみたいな逆にそう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 っていう時代が来てで令和どういうなんか世の中になるんだろうって私はちょっと楽しみでもあるんだけど、うん、その子供たちがこうちょっと大人になってきて我々と出会って最近この先生たちが思うことはどうやって叱ったらいいんだろうっていうね、うんうんうんまあ、ほらお金出してカウンセリングまで来てくれる方は叱られたくてというかこう注意されたくて来てくださってるからすごく助かるんだけどでも団体を見るときにどう言っていいのかの糸口ってすごく難しかったりするよね、うん、ただだからそうでも私はやっぱりこの真剣に向き合わないとと思って、うん、そうそうそう叱った後に後悔するよね、うん、言い過ぎたかなとかあの言い方でよかったかなとかねだからとてもしんどい部分っていうのはあるよね、うん、反対にねそうね、ね、でも一つこう目安にしているのが、うん、私は感情的じゃないっていう状態であることね感情的に発する言葉はやっぱり相手の感情を逆なでるし、うん、別のものを生んじゃうからね別の感情をねなんか素直に聞くっていうことができなくなっちゃうよね、うん、相手もね、うん、だから教えるとか、うん、叱るとかすごいおこがましいなと思いながらも、うん、それを職業にさせてもらうときにはすごいなんか神経を使っているなってすごく思 う、ね、なんか私も若い頃ね東京で演劇やってる時はもう昔だから、うんうん、すごいそれこそ灰皿とか蜷、ねね、川さんとか投げてる状態のものだからそうよねもう1日何あの私だけができないとか言うので、うんうんうん、もう泣かされてっていうのをね、うん、あのそうそう経験してきてるのでそうなっちゃうともう心も動かせないからそうなのよねそういうことだけはしたくない
って思っちゃうけど、うん、後から考えたらそれはそれで私のこのメンタルをすごく強くしてくれたって思うんだけど、うんうんうん、今のご時世ってもう時世時世って嫌ね、本当ね、最近本当ねまたその時世っていう言葉がゆり子ちゃん似合わないよね。あらそう、あらそう、皆さん YouTube 見てくださいね。この人あの魔女ですから顔がね、顔がね、まして松江区が落ちちゃってさ最近、うん、女子力も目がちっちゃいのよね。 1000% ぐらいあるよね女子力。ほらみんな今 YouTube 見たくなったでしょね、この番組は YouTube 配信もあるのね、はい、配信もありますね、はい、ぜひぜひぜひ見てください、ドリームキャッチャー、そう、魔法使いゆり子の顔を拝んでくださいね。私たちがどんな顔で喋っているのかそうそうそう、いやーねーとか言っちゃってもう ねもうなんか2人で集まると先生としてとかさ、うん、そういうなんか話になっちゃうよね。いやでもなんか私はすごくありがたいけど、うん、それを聞かされてるリスナーさんたちはいいのかなっていう気もするけれども、でもさ、でも絶対教えるとかさ、うん、叱るっていうことでさ困ってる人たちいっぱいいると思うの、うんうんうん、やっぱねドリームキャッチャーに出る方々って、はい、今自分がこういうものに向かって目標に頑張ってますっていう方がすごくたくさん出てらっしゃると思うんですけど、うんうん、その上で我々はこんなこと考えてますっていうのもちょっと聞いて、ね、これいいよね本当にね、うん、でもなんか夢をつかみたいと思ったら負けない心ってすごく大事じゃない、うん、大事よ大事じゃない、うん、てか負けてもやめないとかね、うん、やめないね、うん、継続は力なりじゃないけれども、まあ、負け続けたものね、本当よ、うん、本当本当だし今も負け続けてるから負け続けてるのよ言えるのよってそう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 、うん、なんだかおねみたいな会話になってるけど受ける受けるけど、そうもうね、そうあの性別問わないお友達がすごく多くてさ、うん、私、うん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 、ね、LGBT もそうなんですけど、うん、なんていうんだからもう性別関係ない世界に、ね、うん、あのなっているのでやっぱ、うん、極めていくとさ性別もそうだし、うん、職種も関係ないし、うん、で地位も関係なかったりするのですごいありがたくね、たくさん社長さんだったり、うん、このもうねそれこそ運営どころの騒ぎじゃなく理事になってる方とかともすごいお話しさせていただくんだけど、はい、そういう方々ってボーダーがないよね、うん、一つ言えることは、うんうん、素直さっていうのかな、うんうんうん、素直すぎる会話ができちゃってさ、うんうん、でもなんかそういった意味では最近の世の中ってそういうのってすごくそう、ね、いい方向には向かってるよね。そう、あの嘘をつかなくてよくはなってきたよね、確かにね、まあ実ね、このご時世悪いことばっかりではないよという感じでは ね、うん、あるけれどもそれが全部ミックスして良くなっていけばいいのにね。そうよね、結局バランスだよ ね、うん、ほんとねというねお話今日も楽しいんですけど、じゃあここで曲をちょっと一曲お届けしてみたいと思います。はい、はい、では紹介させていただきます、はい、このバンド解散してしまったんですが未だにファンが根強く本当いいバンド、今日は久しぶりの機会ということで先々週もお届けしました、はい、沖縄三枚肉というバンドの、はい、極上の三枚肉というアルバムの中から今日はハッピーライフをお届けいたします。ことばかりやってきた君の前ではおいらのランデブー古い笑いこけろそんな日々が今宵も続くよ。そんな毎日の中で時は過ぎてゆくのさ。だけど構わない、足並み揃えて一番後ろを
so happy Life が続くよ目には見えない宝の山さ君も持ってるはずさ後ろのポケットに隠れているのさ南風吹いてくる水たまりの空の色を揺れる君の笑い声すべてが宝の山さこのまま行こう懐かしの三枚肉ハッピーライフ聞いていただきました。はい、そう、前回ね、うん、三枚肉のお話全然あんまりしなかったんだけど、うんうんうん、この音源のお話ちょっとしていい？はい、どうぞ。あの先々週からねお届けしています極上の三枚肉というアルバムから、沖縄三枚肉の曲をお届けしているんですけれども、この、沖縄三枚肉のボーカルとマンドリンが、うん、はい、太陽風オーケストラのギタリスト、はい、伊樹達也、はい、そして、パーカッションにはヒデ君というね、若手ドラマードラマーなのにあのカホンしか叩いてないんですけどで、私ゆい子が、バイオリンとそしてピアニカねと、まあ、うん、コーラスで参加しているんですね、うん、で今流れたハッピーライフは、はい、主にピアニカを、はい、吹いていてもうこのバンド私忙しかったの、すごい。そうだね、歌って弾いて吹いてみたいな、喋、うんうん、ってみたいな、喋ってみたいなそう、 MC もすごいなんかね、うん、MC が面白いって言われてて、な、そう、あの、いや演奏聞いてくださいって思ってたんだけどいや演奏もいいんですよと。もう本当にすごいいいユニットだよ、うん、それがね、あのね、うん、実はね、沖縄で久しぶりに一晩復活するの、お、まだちょっと先なんだけど、スケジュールには入れておいてください。9月2日、実はゆい子の誕生日となっておりまして、ハッピーバースデイ、 Thank you。 まだまだ年は取らないの、うん、そう、ゆい子の誕生日に初めてあのライブを企
画しまして北谷町にありますライブハウスモッツさんで、はい、ゆいこの今関わっているバンドユニットを全て出しますというね、はい、今決まっているのが、ワオンウドゥン、はい、先ほどから申しておりますアカペラグループワオンウドゥン、そして、この沖縄三枚肉の復活と、で、元ハンズの編集長であります高田悟さん、はい、沖縄カルチャーの広告と高田悟さんとのユニットユイコーダ、ユイコーダ、はい、だからいいね、みんなこうネーミングがいいね、いいかしらね、なんかねつけた瞬間はダサくないって思うんだけど、それが逆にこう耳に残って、もうユイコとコーダでユイコーダなんてね、まんまよ、まんまだけどいいよね響き的にね。そうで、コーダさんがね昔やっていたバンドの曲を我々のアレンジでまた復活させたりもしているので、あら素敵、はい、なのでコーダ悟ファンも必聴です。必聴、はい、ね、と伊礼俊一も、はい、はい、をメインに私と、中島成富がバックをしているんですけれども、はい、そのユニットというか伊礼俊一も出演 OK もらっているので、そんな感じのアンドモアかもしれないし、ゆいこの体力と神経力の問題なの、全てゆいこが参加しているバンドユニットなので、うん、まあ、どこまでいけるかということで、なんか出たいからゆいこちゃんとユニット組むの、 今から間に合う、間に合う、5ヶ月あるもの、いいよ、もうね、ゆいこの癖なんですけど、やろうって言われたら二言目にいいよって言っちゃうので、いっぱいユニットがいっぱいできすぎだよね。そうなんだよね。そう、まあね、主に活動できるとなれば、やっぱメインの人の積極性云々にかかってくるんだけどね、ゆい子は積極的だが乗っかるのみみたいな、でもそのおかげでね、すごいわらじがいっぱいなんだけどさ、やりたい、履く足以上にね、足は2本しかないから、ね、ないけどね、そう、時間も24時間365日しかないし、そうというわけでね、9月2日はぜひゆい子生誕祭に、はい、まだねライブのタイトルも決まってないと。そうじゃん、だってまだ9月だもんね。そうなの、そうなの。でもさ、告知しないとさ、ね、一人で主催をするのこの大規模は初めてなの、実は。わかる、私も、いや大変だもん、100名以下だったらすごいあるんだけど、今まで何度もね、イベントのプロデュースだったりっていうのはあるんだけど、自分が主役っていうのがすごい苦手なのね、実は。そうだね、そうだね、誰か他にやってくれればいいのにね。誰かが主役で私サポートするのはすごい得意なんだけど、自分が主役がすごい苦手なのと、自分のために人来るっていう、来るよ、常不安。くるくる、そう、だからもうね5ヶ月前の今日からね告知しちゃうんだけど、多分でもね結構ソールドアウトになると思うね。ありがたい、ね、もう、そうだからね、ソールドアウト、一人でもソールドアウトできるユニットしか呼んでない、素晴らしい。すごい弱気なんでしょ。もうね、さっきまでのゆいこ先生の勢い全くないから、ソロになると。でもさ、それで溢れちゃったらどうすんの？大丈夫よ、チケットはね枚数ちゃんと決めて売るから。そう、もう一つねちょっと大事なお知らせがあるんですけど、はい、先ほどから申しておりますボーカルグループ、アカペラのワオンウドゥンなんですが、はい、6月14日に3周年を迎えます、はい、でその3周年のその日にワンマンライブを行いますので、ぜひ皆様6月14日もスケジュールを開けていただきたいと思います。 YouTube ご覧の皆様にはフライヤー画像、はい、6月14日日曜日ですね。日曜日です。これもライブハウスモッツさんで、はい、で今のとこ仮なんですけど、はい、オープン6時で7時からやろっかなっていう、カッコ仮ってフライヤーに書いてある。そう、これね印刷屋さんに頼んだもののカッコ仮だし、協賛様がまだ決まっていなくて、募集中の第一段階のね、第一段階フライヤーとなっております。いいね、こういうのも、この第一段階フライヤーって大事かもしれない。そうなので、もしね、もしこのラジオを聞いて、ゆい子のファンになったよという方いらっしゃいましたら、はい、このサードバースデーライブのご協賛いただければ幸いでございます。はい、はい、もう今回のこの協賛をいただいて、ライブの運営はもちろんですね、はい、ワンオンウドゥン3周年にもなるのに、まだオリジナルの CD 音源を出していないので、今年は出されるんでしょ。はい、今年はもうそれをメインで、この協賛いただいた中から音源制作もさせていただこうと思っています。はい、
素晴らしい、楽しみですね。はい、もう頑張ります。バオンドゥンもこの新メンバー加入ということでね。そうなんですよ。実はこの去った3月15日に行われましたワンマンライブで、はい、前のメンバー知恵美子が卒業して、はい、でその日に実は大公開だったんですが、うんうん、公開されましたので、はい、改めて発表させていただきます。ワンオンドゥンに新メンバーとしてオリジンコーポレーション所属の女優さん、はいはい、小浜子が加入しました。イエーイ初めてね、フリーランスじゃない子を入れたんだけど。そうなので、彼女は今まで女優として活動はしてきたものの、うん、歌手としては活動していないのね、うん、なのでゆいこ先生にビシビシバシバシされながら歌手としてもこれから活動していきますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします、ね、新鮮ワンウードも楽しみですね。そうなんか ねまたちょっとカラーというか、うん、音が変わったよ。すごい元気な感じになったかも。本当に、うん、なんか楽しみ、聞きたいな早く。そう、ちえみの声もね、ふくよかですごくこう、うん、豊かな声だったんだけど、うん、小浜はすごい元気な声ね。素晴らしい。それに伴いゆい子のパートも変わりまして、ゆい子も覚え直しなの今。あ、そうなんだ。そうなのよ。私がちえみの、私がちえみのパートになって、私のパートを小浜が歌うので、もうね、私も今初心者みたいになってる。あら、素敵素敵。じゃ勉強し直し、ね、これ聞けるのは6月14日ですね。今のところ決まっているのが6月14日で、6月14日にはもうオリジナルも出していこうと思っていますので。あら、素敵。大変じゃん、はい、大変なのよ。3月4、5、6大変なのよ、ね、うん、あのコロナで暇になったとか思ってでもやることはいっぱいあるのね。やることはいっぱいあるし、やることはいっぱいあるのね。で毎度のことを、スケジュール開けようと思ったらいつの間にか埋まってるの。おー、素晴らしいじゃないですか。それ、もうすでにちょっと黒くなり始めて、ね、今ねあのこのラジオを聞いていらっしゃる方の中で、うん、ゆい子のプライベートのお友達がいたら、本当にこれ、あの、ごめんなさい、今言い訳しておきます。毎度のことスケジュールが埋まってきて、いつ空いてるのに答えきれていません、すいませんだそうです、はい、だそうです。そうなのよ、ね、いつど何曜日とかが ご都合いいですかとか、あのちょっと近々会えないの LINE に対して今答えきれてないの。そうなんだ、ごめん。あのドリームキャッチャーまた来てほしいので収録開けてね。はい、はい、もうね、ゆうこりんのためにね、今月はね2回来させていただきましたけれども、2回来ていただきましたけど、いつかドリームキャッチャーを番組ジャックしますからね。ジャック、あ、ほんとほんと、ジャックをお願いしますほらこらこらこら、今休めると思ってるでしょ最低月1ぐらいで来てもらえたらいいかなみたいなもう ね何曜日、何週目はゆいこですみたいな ね、うん、いいねすぐいいよって言っちゃうからそのうち追い出されたらどうしようって大丈夫大丈夫どうぞどうぞの2人だからね。そうね、どうぞどうぞの2人だからね、うん、ということで、ここら辺でまたもう一曲曲をお願いします。はい、はい、それではちょっとね、先ほどはハッピーライフのゆるい感じで黄昏時を、はい、うん、過ごしていただきましたので、一応今月の出番はゆい子最後ということで、ドリームキャッチャー今月は最後ですね、はい、ちょっと勢いをつける意味で、はい、未来への冒険お聞きください。目指せよここで、覚悟を決めようか。今この場所からおいらの夢が始まる。頬を上げ勝ち取れ、大海原を滑る。もうこれから先は誰も止められはしねえ。歌え、パッパッと流っても熱い気
ちだけは決して消え去りはしねえ。悲しみこみ上げる夜もそりゃあるけど、そんな時は大声で笑おう、歌え叫べ声を上げろ、足を踏み鳴らしてゆこう。空を滑る雲が教えてくれるはずだ。君がつまずき倒れた時も手を伸ばせばきっと。沖縄三枚肉のアルバム極上の三枚肉より未来への冒険をお届けしました。いや懐かしいね。なんか真ん中でマンドリンのおじさん走ってたなって思い出すよ ね。そうそう、あれ本当良かったよね。、うん、あの9月2日は走ってもらいましょう。走って、うんうん、あのすごくあの伊豆達也が楽しそうでした。そう、あの彼もね、あのソロライブを毎月やっていたり、その、うん、この三枚肉が終わった後もすごくこう 活躍していて、はい、まあ県内のね三線アーティストのバッキングでギターを弾いていたりもするんですけど、うん、ソロライブをね毎月浦添のジュライさんでやっているので、うん、勝手に告知しとこう。いえ、痩せたよね達也さんね。痩せたの。あのおじちゃん痩せたの。痩せたよね本当に。いや、うん、ね、昔はめっちゃ細かったじゃない。でじゃないね、そう、うん、40過ぎてから、うん、やっぱりどんなに痩せてる人でも太るんだなって思って思ったね、うん、したらまた戻ったね。そう、なんかすごい健康的よね最近ね。若いの、ね、多分きっとすごい走れるんだろうなと思って、じゃあすごい走るの期待して。そうステージの上でさ、うん、真ん中のボーカルの人が走ったらさ、ゆい子も走るかってなるじゃない、うん、なるじゃないって言ってもおかしいんだと思うんだけど、うんうん、一緒に走るからさ、うん、走りながらバイオリンを弾くっていうさ新たな技が生み出されたよね。それすごいよね。伊礼俊一の時はね、うん、縦にジャンプしながらバイオリン弾いてるの。すごい、うん、どんだけ体幹すごいのよみたいな。体幹なのかな、分かんない。多分ねノリだね。ノリ、うん、ノリと勢いだね。素晴らしいね、うん、そう、あの走って、うん、ジャンプして踊って弾くバイオリニストはそうそういないと思うので、これだけは私の自慢、うん、バイオリンの上手下手は、うん、多分上手な人はね世界中にどころかね県内でもすごい山ほどいるんですけど、上にはねキリがないからね。そうなんですよ、ね、うん、でもあの走っても、うん、飛んでも弾くバイオリニストは多分ゆい子しかいないと思う。素晴らしい、うん、ね、あとオールジャンルだよね。そうね、ゆい子ちゃんね。そうね、もうジャズやってって言われたらジャズっぽいことやるし、ねね、あのポップスがねメインなので、うんうん、すごいもう適当にじゃじゃんって、うん、あのすごいねアーティストの皆さん、ね、ありがたいんですけど、ありがた迷惑、うん、ねっていう。あの
自分のオリジナル曲に、うん、ゆいこちゃんいたじゃん4棒っつって、うん、聞いたことない曲をねセッションさせていただく機会が、ライブ当日の本番よ、本番急にゆいこっつって呼ばれて、ステージ上で急になんか聞いたことない曲をセッションすることとかね、ゆいこありがちなんだよ ね、 ありがちだね。だからね、ライブハウスモズさんとかはね、もうゆいこがいる、うん、やべえ多分出てくる可能性があるぞと思って、うん、ゆいこのマイクの回線をね一本ね残しといてくれるの、すごいありがたい。もうさすがキャンさんも分かっているみたいな。そうなのよ、さすがよね。さすがね。でも若手からこう老若男女問わず一緒にさせてもらってるので、うん、ゆいこはすごいありがたいです。すごい、うん、本当に。でもね、本当に素敵なゆいこちゃんなのでね、ぜひぜひ、まずはまあ6月14日6月14日は私のボーカルを聴きに来てください、うん、はい、そして9月2日はバイオリンも弾きますので、はい、ぜひ。飛びますね。飛びます。飛びます。飛びますし走ります。走りますね、はいはい、6月14日はおしゃべりもしますね。はい、6月14日は主にしゃべります。嘘です、歌います。ウケる、はい、ねえ、ほんとこんな素敵なゆいこちゃんのステージをぜひぜひ皆様見に来ていただきたいと思います、はい、ぜひ見に来てください、ね、私も楽しみだわ。来てね、ゆうこりん、行く行く行く、6月14日と9月2日ね。そうで、うん、6月までも9月までも、うん、あと数ヶ月あるので、はい、まあ、毎月来るということで、毎月来てください。毎月来てください。この口約束がね意外とちゃんとするからね、うんうん、来ます。じゃあスケジュール組んどこうね、先にね、先に組んどこうね。ね、本当私も本来は3月27日に行われるはずであった、ね、ライオットキングが、ね、そう、2週前3週前に出演しました。コウ、うん、がね、コウも出演してね、ワンオブドゥのメンバーなんですけれども、コウ、はい、と一緒にユーコリンのコウを見に行く予定だったのに、ユーコリンの演出をさ、そうね、うん、そうなんだけど、まあ、延期になりまして、はい、なんと8月14日という、8月 ね、 うね、もう8月ぐらいにはもうコロナウイルスも収束しているだろ う、 という、うん、だろうと、うん、もういい薬作ってよ誰かさ、8月までには会ってくれという、ということでね、まあ、中止ではなく延期というのが、ね、そうです ね、 ね、よかったです、うん、みんなもうなんか稽古も結構終盤に差し掛かっていたので、そうだよね、で追い込んでたのはやっぱり、うんうん、一回テンション下がってちゃったよね。そう、役者さんを追い込んでこれからっていう時だったので、うん、ちょっとみんなまたテンション下がってるかなと思うんですけど、でもまたこう飲み込んだちょっと、うん、なんて言うんだろう、渋さというか、うん、こう熟した感じができるのかなって、私はちょっと楽しみですけど、ね、客として、そうね、なのでよりなんていうの、このプレッシャーがかかってますね。そうですね、もう言い訳が聞かないもの ね、 そうね、本当にね、うん、何ヶ月もあったんならあったんならってね、っていう感じ。キャストの皆さんよろしくお願いします、待ってますっていう感じで、ももうね、いろんなところでイベント中止とかある中で、はい、まあ、延期というのはありがたいなと思うんだけど、そうですね、うん、そんな中ね、40名という規模もあったので、うん、我々も3月15日のライブは決行させていただいたんですけど、はい、うん、お肉付き卒業入学ライブ、ね、もう蓋を開けてみたら満席で、うんうんうん、急なキャンセルとかもあったんですけど、うん、逆にそれを心配して、うん、お友達を連れてきてくれた方とかいらっしゃって、はい、満席だったのすごいありがたかった。もうこれからね、どんどん収束して通常運転というか、ね、まあ、せっかくリセットされたからさ、うん、もっとクリーンなというか、本当 ね、 ね、勢いがついた、うん、経済とか生活になるといいよね。本当そうだね。そのためのなんていうの、この勢いづけのためって言ったらおかしいけれども、うん、一つのリセットのね。そう、ね、コロナといいさ、うん、コレラといいさ、うん、なんか豚ちゃんもさ、ね、亡くなった豚ちゃんたちのために私はこれからも豚肉をたくさん食べていこうと思うよ。そうね、うん、いただけなかった命のためにね。そう、本当に、まあ、これから先の世の中どうなるのか、まあ、不安ばっかり抱いててもしょうがないので、楽しみながらね、うん、ピンチはチャンス、はい、ピンチはチャンス。今日ゆいこ先生からのお言葉です。ピンチはチャンス、ピンチはチャンス、はい、ということでね、噛み締めて、はい、毎日毎日大切に生きていきたいと思います。そうですね、一つ一つ丁寧に、うん、そしてシンプルに素直に生きていきましょう、はい、ね。で、もし全然話は違うんですが、はい、ゆいこ先生のカウンセリングとか受けたいっていう人がいたらどうすればいいですか。はい、スケジュールはですね、ちょっと、もうゆいこ次第になってくるんですけれども、はい、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、どこにでもいます、はい、ツイッターは、シスターゆいこ SISTERYUIKO、はい、そしてインスタグラムはシスターをちょっと省略して SIS.ゆいこでいます。
で、はい、Facebook もね、Facebook はでもプライベートアカウントに一応なっているので、はい、バイオリンゆいこで検索すると必ずいるんですけれども、どこかの SNS を探していただいて、はい、で、ブログもあります。どこかの SNS ブログを検索していただいてですね、コメントでラジオ聞きました、はい、カウンセリング希望ですと一言添えていただければ私拾いますので、はい、言ってください、はいはい、ラジオ聞きました、はい、カウンセリング希望ですと、はい、そうね、なんか先生とかやり始めたらちゃんと聞かれることが増えるわね、うん、ちゃんと考えるわそう、私も考えるわ、頑張りますね、ということで皆さん、はい、ご希望の方は SNS でどこかでゆいこさんを探してください、はい、ということでね、ただお聞きの通りスパルタですのでご注意ください、はいはい、皆さん期待してくださいね、ね、ということでゆいこちゃんに、ね、ゲストに来てもらうと本当1時間じゃ足りないよね楽しい、ね、楽しい、うん、ちょいちょい来ます、ちょいちょいね、うん、あの今日あの2センチで OK してくれた、ま、月に1回ゆいこでというので、ね、はい、ゆいこちゃんゲストの日を、ね、あの迎えたいと思いますのでよろしくお願いします。お届けしてきましたドリームキャッチャー、あっという間に1時間また来週もね、あの素敵なゲストをお迎えしたいと思います。本日のゲストは魔法使いのゆいこさんでした。ありがとうございました。日曜日の午後4時はドリームキャッチャー、また来週。この番組は生体院フルール、サイモン沖縄の提供でお送りしました。